ね、続いてのコーナーはこちら、ラブライバーのみんなとクイズでファイトだよ。はい、決まったね。はい、決まりましたね。よしよしよし。番組を見てくれているラブライバーの皆さんとクイズでファイトしていきたいと思います。今から4択のクイズが出題されるので、リッピーと私は2人で相談して回答していきます。番組を見てくれているラブライバーの皆さんはユーザーアンケートで回答してください。一番投票数の多かった選択肢がラブライバーの皆さんの回答となります。最終的にラブライバーの皆さんの方が私たちよりも正解数が多かった場合は、なんとスペシャル壁紙をプレゼントしちゃいます。素晴らしい。そのね、リッピーと私に屈辱の罰ゲームがあります。いやだ、無理、いやだ。その罰ゲームとは、なんだ、エミズンファイト罰ゲーム。もう何でもファイトつければいいと思うから。まただよ、ね、ここに来てまで罰ゲームまで、そうなんです。ということでね、私たちが負けてしまった場合には、はい、エンディング終わりに2人でお題のものとエアでファイトしなくてはなりませんこれでなるほどね、エアファイトっていうね、はい、うん、ありまして、よくわかんないね。あのピピ、こちら私ね、あの頑張りたいです。あ、エアをしたくないってことね、はい、分かった。そうなんです。オッケーオッケー。心にね、消えない傷を負うことになりますので、うん本当にそれはエアしたいっていう、フリ、フリじゃない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 のどうしようかな。ちなみにね、こちらね、はい、クイズの問題の内容はですね、うん、まあ、入り口は広く言えば、うん、ラブライブなんですけれども、うんうん、まあ、本当に広く言えば的な感じで、何、ざっくりすぎてわかんないよ。そうそうそう、あんまり関係ないってことですよ。はわかりました、うん、はい、なので早速行ってみたいと思いますよ。あー怖い。それでは最初の問題です。問題、じゃらん、ラブライブクイズ。りんちゃんといえば好物はラーメン、うん、そこで問題です。日本で一番最初にラーメンを食べたと言われている人物は誰でしょうか。知らないよ1. 水戸黄門でおなじみの水戸光圀。 2. 暴れん坊将軍でおなじみの徳川吉宗。 3. 遠山の金さんでおなじみの遠山金四郎。4. 大岡越前でおなじみの大岡忠相。何これ、なんだと、全然わかんない。正解ないんじゃないの、本当に。正解はね、正解はあると思う。正解はあるの。言われてる人物だからね。あ、って言われてる人物、うん、そう。え、これわかる。わかんない。でも一番ラーメン食べてたのどれかな。越後屋？越前？越後屋？越後屋？越前だ、越前。大岡越前？うーん、なんか越後屋っぽいから。でもなんか店の名前になりそうだよね。そうそうそう、そうなの、ね、って思った。なんか遠山の金さんとか暴れ坊将軍さんとかが食べてたら、うん、もうちょっとなんか有名になってそう。あー、なんかね、うん、あの暴れん坊将軍はちょっと BGM とラーメンが合わないんじゃないかと思わない。じゃあちょっとしないでしょ。大変大変だよね、ラーメン食べるの。わかる。熊のイメージがあるからさ、うん、ラーメンのイメージあんまないじゃん。ない。じゃあなし。金さんは？金さんはなし。うん。うん。でもこっからはね、ちょっと皆さんとの勝負なんでね。うん。言っちゃダメだよ。あ、そっか、みんなと勝負か。え？これ。やば？うん。うん、麺状の何か的なね。そう、そうなの、なんか麺っぽい。よしよし、というわけで、うん、決まりました。はい、では私たちの回答はダダン、よ逆ついてなかった。4番の大岡越前です。大岡忠相、はい、さんが食べたと思います。うん。さて皆さんの回答は、なんかさ、うんうん、絶対来るよ、これだと思う、うん、他はなんかさ、だし、うん、え、行っちゃう。ちょっと待って、ちょっと待って、言うの忘れてたけど、あれググるの禁止ですからね、皆さん絶対ググってるよね。そうでしょ、別物で開いてんでしょ。みんな分かんないよ、絶対、うん、はい、皆さん、はい、みんなの回答は水戸黄門さん、水戸黄門でおなじみの水戸光圀に、うん、あー、でも言われてみたらそんな気がしてきたね。え、うん、水戸光圀か。え、お願い、4番、お願い、4番。正解は1番、水戸光圀です。あー、もうやだ。水戸光圀は好奇心が旺
制で外国の料理を積極的に食べたと言われています。他にも餃子、チーズなども水戸光圀が日本で最初に食べた人物と言われています。はぁー、へぇ、あれですね、グルメですね。グルメだね、うん、あ、でもチーズも一番最初に食べたんだ。え、餃子もすごいね。私チーズ大好きなんだけど、うん、そしたらこの水戸光圀に感謝しなきゃ。あ、そっか、うん、よかったね。餃子好き？うん、好き。じゃあ感謝しなきゃ。ありがとうございます。それでは続いての問題いきたいと思います。はい、いきます。でん、問題、ラブライブクイズ。りんちゃんの好物といえばラーメン。あれ、まあ、そこで問題です。1番、日本で初めて屋台ではなく店舗を構えたラーメン専門店の名前は次のうちどれ。1、ふくふく軒、うん、2、ほうほう軒、うん、3、ライライ軒、うん、4、りんりん軒。え？なんかさ、なんかパンダの名前みたいだ ね、全部。そうね、うん。ラブライバーの皆さんはもちろんなんか選ぶ回答決まってるよね。そうだよね、うん、ね、うん、ね、決まってるよね。そうね、決まってるよね。今日何しに来たと思ってんだろう ね、何しに来たと思ってんだろうね。今日何しに来たと思ってんだろう、ね、でもさ、どれだと思う。でもね、これ今でも聞かない。これね、よく見るもん、街歩いてても、ね、うん、だよね。ライライ県よく聞くね、うん。方法県は聞いたことない。あ、いやでもさ、なんか中華の、うん、ラーメンのさ、中華の八宝菜とかのポーによく使われるからありそうじゃない。確かに名前でなんか ね、ふくふく軒、これもありそうだよね。ありそう。日本で初めて屋台ではなく店舗を構えた、どれだろう。正解を当てればいいんだよね。そうそうそう。当てればいいゲームだよね。当てに行っていいやつ。これわかった。そう思う？思わないけど。どれだと思う？じゃあダメじゃん。思わないけどリッピーがそう言うなら。どれだと思う？これかな。あ、でもどうだろう。それにしようじゃん。いや、ここは間を取った方がいいじゃない。あ、じゃあ間を取ってこれにしよう。間を取って全然違う答えするっていう。二人とも思ってなかったでしようよ。かけてみようよ。オッケー。では私たちの選んだ回答はこちら。ダダン。2番、ほうほう軒。絶対違う。絶対違うよね。なんで間を取ったって。なんで間だ。私が1番って言って、うん、私が3番じゃあ間取って2番って誰も回答出してないやつにしてみた。当たるかもよ。ねえ、そうですよ、うん、分かんないよ、うん、知らないしね、正解ね。さて、じゃあ皆さんの回答はどうぞ。もう出るかな。なんだろう。はみんな、マジエンジェ。マジエンジェ。マジエンジェだね。マジエンジェ。マジエンジェ。はい、というわけで、みんなの回答は、4番のりんりん軒ですね。うん、はーい、マジエンジェ。はい。マジエンジェ。正解を言いたいと思います。正解は、3番、ライライ軒。1910年に浅草にオープンしました。当時は絶大な人気でしたが、残念ながら現在はすでに閉店しております。すみませんすみませんいいのよリッピーが3番だったね、うんうん、最後一緒に戦ってくれる気でいるならいいの。あ、やだな。それでは次の問題いきたいと思います、はい、問題、ラブライブクイズ。うん、りんちゃんの好物といえばラーメン。またそこで問題です。次の中で実際には存在していないベビースターラーメンのラインナップはどれ。お、存在していないね、うん、1、ベビースター焼きそば、あん、かっこソースマヨネーズ、美味しそう、うん、ね、2、ベビースター大人のラーメン、かっこ唐辛子醤油、うん、3、ベビースターパスタ、うん、かっこミートソース、うん、4、ベビースター男のラーメン、うん、かっこ味噌ニンニク、うわ美味しそう、あ美味しそうね、実際に作ってほしいね。え、どれが美味しそう。ね、そういう話だっけこれ。でも美味しそうって思ったら作るんじゃない。ソースマヨネーズは絶対美味しそう。絶対美味しいじゃん。絶対4番のさ、男のラーメンも美味しそうじゃん、うんうん、味噌ニンニク味、うん、じゃん。と
唐辛子醤油もさ、いけそうじゃん、うん、間違いないじゃん。でもなんか最近ほら、いろいろね、企業さん冒険したりとかもしてるから。企業さんだいぶ冒険したりしてるわ、新しい開拓とかしてるもんね。引っ掛けかもしれないもんね。そう、実際には存在していないベビースターラーメンね、結構よく食べるんだけどな、意外と分かんないな。どれだと思う？間とろ作戦しようよ。間とろ作戦間とろ作戦ね、存在、存在、うん、知って、うん、意外にしてないかもしれない。してないのは、あ、分かる、私もこれ存在してないと思う、ね、で、意外とこれも存在してないと思う。これもね、存在してなそうだよね。これ、これだよ、これだってさ、そうだよ、これだもん、うん、だからそもそもの定義がこれじゃん、うん、だから間を取ってこれ間を取って間を取ったらこれある間取って原点回帰だよね、うん、そうそう、うん、どういいよ、うん、いいと思う。じゃあそれでは私たちの回答はこちら、間を取って一番ベビースター焼きそばソースマヨネーズ味絶対ある、絶対ある、あると見せかけて、うん、もしかしたら、ね、そんな普通なのつまんないってね、あーそっか、もしかしたらあるかもしれない、ね、うん、うん、メーカーさんが言ったかもしれない、ね、いつも食べてるのソース味でソースマヨネーズじゃないかもしれない。あー確かに確かに、ね、さあ、え、私はベビーパス、ベビースターラーメンのパスタだと思ったの、ミートソース味がないと思った、うん、で私ベビースター男がないと思ったんですよね、だから間を取ってベビースター焼きそばのソースマヨネーズ味にしてみたどこが間だっていうね、まあ、ツッコミはあれとして4-3は1だもんね、そう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 、はいでは皆さんの回答を見てみましょう、どうぞ。出る、皆さんの回答は、お、あ、ベビースター男のラーメン、味噌ニンニク、へえ、そうなんだ。でもね、ご当地とかでありそうな気もしますけど ね、うん、そんな気がする、うん、正解はこちら、4番ベビースター男のラーメンです。残りの3つはきちんとベビースターラーメンのラインナップとして発売済みですちょっと待って、1個言っていいですか。何？ベビースターパスタってベビースターラーメンじゃなくないですかいいんだよ、いいんだよ、いいんだよ、それはだってさ、うん、どう、え、どういうことだからパスタなの？パスタだよ。パスタなの？パスタだよ。そういうもんだっけ。はい。冒険してみたくなったんだよ。ベビースターさんもさ。では続いての問題いきたいと思います。はい。問題、ラブライブクイズ。うん、テレビアニメ2期第6話でリンちゃんが読んでいた漫画のタイトルは、あ、もうラーメンじゃないの？ラーメンね。そう、今ラーメンをちょっと期待してたんだもんね。そう。うん、そう、なんだ。はい。1、スリムタンク。注目してなかったな、でもいいね、スリムタンクいいね、細いの、細いタンクキュンとしてる、いいね、うん、引き締まってるタンクね。2、レモネードガール。あ、これさっきのあれだよ、話してた、あ、さっき教えてくれた漫画のタイトルか、なるほどね、の、うん、近いやつだと思う、うんうん、3、ゴンドラドール。え、うん、うん、うん、うーんのやつ、うん、へっちゃら的なやつ。うーね、4、うん、スターロード。え、はあ、みんちゃんだから、はあ、うん、なるほどね、うん、意外とね、細かく考えてくれくださってるから ね作る。でもさ、ヒントはさ、りんちゃんのさ、うん、あの相槌にあると思わない。うんうん、わかるにゃ、あるにゃ言ってたね、うん、泣けるにゃ、そう、泣ける話なんだよ泣ける話なんだよ。泣けるんだ。ね、まあ、これ来たよ。来たんじゃない？来たよね。これ来たよね。待って待って。これは、うん、これはね、キュンキュンだと思う。そうだよね。キュンキュンでしょ。うんうん、これ燃えると思う。だからリンちゃんがこれうんうんって言ったらちょっとあれじゃん。なんかね、うんうんうん、そうじゃん、そうじゃん。で、へっちゃらはさ、うん、ちょっとこれ燃える系だと思う。そうだよね、うん。そうだよね。ファイトだよしちゃう系のやつだ。ファイト系だと思うんだよね。そう。どうだろう。これはなんか SF 系じゃない？うん、そんな気がする。うん。うん、モンスターとか出てきそうだもんね、うん、え、泣けるんだったらこれじゃない？ね、わ、これ、うん、分かっちゃったよね、うん、間取る？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 誰？間ってどれ？間取ってあ、これ、まあ、確かに一番未知ではあるよね。そうだよね、そこに挑戦するのも、もしかしたらすごい泣ける話かもしれないし、そう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 、未知だから分かんないじゃん、ね、うん、もう花書いてあるよ。あ、
本当だ、はい、漫画にも絵にもヒントがあるかもしれない。あ、うん、あ見てこの絵、この絵、あこの絵はもしや、もしやこの絵はもしや、この絵はさぽくない、ぽくない、これ大ヒントかもよ。綺麗なね、うーんが描かれてるね。いける？うわ、もしかして間を取って、間を取ってこれじゃない？それでは私たちの回答はこちら。あれ？三番？ゴンドル通り。ほう。これ一番だよ。あれ一番か。あ違った。スリムタンク。はい。え？スリムタンク。うん。そうね。うん、あのやっぱキュッとしてる感じだね。そう。背中がね、こう肩甲骨が健康的に見えるね、うん、スリムタンク、ね、私たちが一番ツボにハマった題名、うん、はい、スリムタンク。りんちゃんはスリムタンク読んでさ、泣けるんやって言ってるかもしれないじゃん、うん、そうだね、そう、うん、今私たちの会話の中では完全に4番をあげるつもりだったんだけど間を取って1番にしてみました。そうだね、あの並び順がめちゃくちゃなもんだからつい3番読んじゃったよね、うん、私ね、そう、スリムタンクです。スリムタンクね、うん、はい、じゃあ皆さんの回答を見てみましょう。どうぞ。来いスリムタンク来い。あ4番というわけで正解は4番スターロードでした。残念、1個も当たんなかったね、みつんね。そうか、うん、スターロードか。いやすごい絵がヒントになってたね。ね、これ丸見えだよ、うん、ほら、うん、ね、うん、すごい分かってた。でも間を取るっていう作戦だったじゃん、今日うちらの会話の中でさ。 だ、ね、うん、だってスリムタンクさ、これ絶対、うん、なんかこの字面的に絶対泣けるでしょ、うん、そうじゃん、そうそうそう、うん、いい漫画だもん、うん、スリムタンク、うん、そうだ諦めたらダメ的な、ダメ的なシーンあるんでしょ、ダメ的な負けた的なシーンあるじゃん、うん、そうだと思ったよね、スリムなタンクでね、そうそうそう、うん、出してほしいね、スリムタンク。今のでラストでした。ええ？ってことは本日のポイントは、はい、何？もう決まっちゃったよ。私たちの獲得ポイントは0ポイントでーす。ありがとう。そしてラブライバーの皆さんの獲得ポイントは3ポイントー。ムカつくということで、皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。壁紙の入手方法はエンディングで発表します。そして罰ゲームはエンディング終了後に私たちがエアファイトを行います。以上、クイズでファイトだよでした。